カエツケイトです。よろしくお願いします。8日目のセミ。ドアノブをつかむ。氷を握ったように冷たい。その冷たさがもう後戻りできないと告げているみたいに思えた。平日の午前8時10分頃から20分ほど、この部屋のドアは鍵がかけられていないことをキワコは知っていた。中に赤ん坊を残したまま誰もいなくなることを知っていた。ついさっき出かける妻と夫をキワコは自動販売機の陰から見送った。冷たいドアノブをキワコは迷うことなく回した。